これよりヘリコプターに乗っている機動救難士が降下し、漂流者をヘリコプターへ吊り上げ救助します。主な任務とし、高度な降下技術を有し、潜水や救急救命士の資格を持つ隊員で構成されております。機動救難士は日本全国10カ所の航空基地に配属され、函館航空基地には9名の機動救難士が在籍しております。ここでお知らせいたします。この後、訓練会場西埠頭側におきまして、消防車が海に向かって船舶火災消火訓練を行います。風向きによっては水しぶきがかかりますのでご注意ください。場合により移動していただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。Thank you.
こしこし。え、なんか鳥が怖い。Thank you.
消火用水を搬送し、消火活動に協力しております。西埠頭側の海域では、函館海上保安部の巡視艇、スズランが海上から放水を行います。ただいま消防隊巡視艇により船舶火災は無事鎮火しました。
作業車まだ出てる。なんでだろう。なんでだろう。ここまでの訓練は、津波が到達した後の海上における活動が本部テント後方の海域にて行われました。引き続き皆様の正面の会場内において陸上における活動の様子をご覧いただきます。函館市社会福祉協議会は震度6弱以上の地震または河川の決壊により市内で重大な災害が発生した場合、もしくは住民の被災状況を考慮し災害ボランティアによる支援が必要であると認められる場合、災害対策本部などの関係機関と迅速に協議を行い災害ボランティアセンターの設置を決定します。ただいま消防本部及び警察に地震の影響でバスを含む複数の車両が多重衝突し道路を塞ぎ多数の要救助者が発生しているとの通報が入りました。消防本部は緊急処置を要する負傷者へ対応するため道南ドクターヘリを要請しました。警察は緊急交通路確保のため JAF の応援要請を行いました。特殊救急自動車と呼ばれる大型の救急自動車が出動してきました。特殊救急自動車は大規模災害に早期に対応するため拠点機能を有し一度に複数の傷病者を収容救命処置することができる車両で令和3年4月1日に函館市消防本部に設置され現在までに30件の災害に出動しています。照明車が入場してまいります。夜間の災害現場を明るく照らすための機械です。本機には1300ワットの LED 照明灯が6灯備えております。 LED 照明灯は垂直に伸直するポールにより10メートルの高さから照らすことができます。災害対策用機械が実際に災害対応を行うためにはこれらを運転・操作を行うオペレーターの存在が必要不可欠であり、本日の照明車のオペレーティングは函館市の函館
函館運搬機整備株式会社により行われています。消防隊、自衛隊、医療関係者、警察が災害現場に到着。各機関が連携し、要救助者の救出・救護活動に当たります。事故により1台の車両から白煙が上がっています。消防隊が二次災害防止のため消火活動を実施しています。消防隊は消火のスペシャリストです。火災現場では1秒でも早く消火ができるよう日々ホース延長訓練や放水訓練等を実施しています。また火災だけではなく交通救助出動や救急支援出動等さまざまな現場で活動しております。バスには8名の要救助者が乗車していますが、1台の事故車両が出入り口を塞いでいるため避難することができない状況です。そのため高度救助隊が出入り口を塞いでいる事故車両を車両移動用資機材でタイヤを持ち上げ移動し、バスに乗車している要救助者の退路を確保します。また消防団員と消防団員が連携しエアテントを活用した応急救護所を設定しています。消防団員が車両拡声器等により応急救護所開設の広報を行います。複数の負傷者に対応するため各隊が連携しトリアージポストを設定しました。中では DMAT 医師が負傷者のトリアージを実施し、緊急処置を要する負傷者を応急救護所へ搬送し早期に応急処置を実施しています。トリアージとは災害現場における多数の負傷者の緊急度を判断し応急処置及び搬送の優先順位を決めることを言います。バスに乗車している負傷者の退路が確保されました。消防隊、消防団が連携し負傷者の搬送を実施します。事故の影響により車1台が横転し、車内には要救助者が1名取り残されている状況です。事故車両の安定化を図り、高度救助隊が救助工作車のクレーンを使用し要救助者の救出活動に当たります。高度救助隊は救助のスペシャリストです。火災現場では建物内に侵入し視界が全くない状況での要救助者の救出、交通事故現場では車両内に取り残されている要救助者の救出、また河川、海等の水難事故現場では溺者救助、潜水器具を使用して潜水し水中にいる要救助者の救出等さまざまな現場で活動しています。
警察の救出救助班がドアを開放し、要救助者をトリアージポストまで搬送します。航路救助隊の隊員が横転車両内に侵入して要救助者の全身固定が終了したため、救助工作車のクレーンを使用し要救助者の救出に当たります。上空をご覧ください。道南ドクターヘリが現場に到着しました。これから消防と連携し負傷者の救護活動、緊急処置を要する負傷者の医療機関への搬送に当たります。道南ドクターヘリのフライトドクターが応急救護所に搬送された緊急処置を要する負傷者の救護活動を行い、これから救急隊と連携しドクターヘリにより医療機関への搬送を実施します。ドクターヘリは救急医療用に必要な機器と医薬品を搭載した救急医療専用のヘリコプターで、平成13年10月に日本で初めて正式に運航され、現在は47都道府県に56機配備されています。救急専門の医師と看護師が搭乗して救急現場から傷病者の救命治療を開始し、速やかに医療機関へ搬送することで救命率の向上や後遺症の軽減を図ることができる、地域住民の安全安心な暮らしを守る救急システムです。道南ドクターヘリについては全国で44機目、北海道では4機目のドクターヘリとして平成27年2月から運航を開始しました。
救命救急センターを有する私立函館病院を基地病院として、地域の医療機関、消防機関、各行政機関の協力により、オール道南の体制で運行しています。出動件数はこれまで約4300件で、県域内の18市町すべてに出動しています。横転車両内の要救助者が車外に救出されました。これからトリアージポストへ搬送されます。トリアージポストへと搬送された要救助者は、消防隊と消防団員が連携し、応急救護所または特殊救急車へと搬送されます。応急救護所内及び特殊救急車では、DMAT、函館市医師会、赤十字病院、柔道整復師会、陸上自衛隊及び救急隊が連携し、応急処置等を行い、医療機関への搬送を実施します。高度救助隊が大型油圧救助器具を使用して、車のルーフを開放しました。バックボードを差し込み、要救助者の救出活動を実施しています。
車のルーフを開放した箇所から要救助者が車外に救出されました。これから全身固定を実施しトリアージポストへと搬送されます。警察からの応援要請を受けた JAF は緊急交通路の交通障害となっていた車両をレッカー車により移動しました。これにより交通障害が解消され、救急隊が負傷者を医療機関へと搬送することができるようになりました。もう終わっちゃった。
すべての要救助者が救出され、道南ドクターヘリ、救急車及び自衛隊車両により医療機関へ搬送されました。各隊は次の現場に対応するため、資機材を撤収し、現場を引き上げます。海上における活動に続いて陸上における活動の様子を紹介してまいりましたが、ここからは防災関係機関による活動の様子をご紹介いたします。消防本部に地震により水道管が破裂し溢れ出た水で住宅が浸水する恐れがあるとの通報がありました。このような災害時においては消防隊と消防団からなる水防隊と市土木部、さらには函館建設業協会、函館市箱保会の災害協定団体と防災関係機関などが連携して災害対処に当たります。本日は
消防隊と消防団からなる水防隊によって改良積み土の工法と釜田工法を実施いたします。通常の積み土の工法では越水しそうな箇所に数段数列の土のを所定の高さまで積み上げますが、それを改良し土のを包むように防水シートを使用して工法自体の強度を高めたものを改良積み土の工法と呼んでおります。また釜田工法は漏水箇所周辺に土のを円形に積み上げ浸水を防止します。なおこの後の応急給水訓練は中止となりましたのでお知らせいたします。ここで迷子のお知らせです。杉村真央ちゃん4歳、紫色の靴とチェックのスカートを履いた女の子でございます。見かけた方がいらっしゃいましたら訓練会場正面本部テントまでお連れくださいますようお願いいたします。繰り返します。迷子のお知らせです。杉村真央ちゃん4歳、女の子が迷子になっているようです。チェックのスカートと紫色の靴を履いております。見かけられた方は大変恐れ入ります。訓練会場正面本部テント前まで、お連れいただきますようお願いいたします。杉村真央ちゃんの保護者の方、テントまでお越しいただけますでしょうか。杉村真央ちゃん4歳女の子が、保護者の方を探しております。放送をお聞きになりましたら、訓練会場正面本部テントまでお願いいたします。
ご来場の皆様へご案内いたします。展示会場におきまして、陸上自衛隊第28普通科連隊がカレーライス800食の炊き出しをこれよりいたします。事前に配布いたしました引き換え券と交換になりますのでご注意ください。この後展示会場におきまして、陸上自衛隊第28普通科連隊がカレーライス800食の炊き出しをいたします。事前に配布いたしました引き換え券と交換になりますのでご注意ください。以上をもちまして実動訓練を終了いたしました。参加者は訓練本部前に集合し、所定の位置に整列してください。所定の位置に整列してください。終了いたしました。参加者は訓練本部前に集合し、所定の位置に整列してください。
統管が訓練の公表をいたします。本日は無事訓練を終了することができ、ご協力をいただいた全ての参加者に心から感謝を申し上げます。近年全国的に自然災害が激甚化頻発化をしておりまして、地球温暖化の進行によりこの傾向はまだ継続するものと思われます。今年は6月7月梅雨前線の活発化により全国各地で記録的な大雨が観測されるとともに、8月以降は台風による全国的にたくさんの被害が起きたわけであります。本堂においても5年前胆振東部地震では厚真町で発生した震度7の地震に伴い大規模な土砂災害が発生をして多くの方が犠牲となりました。その後ブラックアウトがあり、本市においても2日間の停電があって市民生活に多大な影響が及びましたことが今も思い起こされるところであります。幸いにも今年函館では大規模な災害はありませんが、災害への備えが非常に重要であるということを改めて認識するところであります。この訓練は関係機関相互の連絡体制の確認のほか、市民の防災意識を高めることを目的としております。本日は震度6強の地震が発生をし、大津波警報が発令されたという想定のもと、陸海空のそれぞれの現場において被災者の救助やあるいは大震時の応急対策など、災害時に迅速で円滑な対応がなされるよう関係機関相互の連携を確認し、全部で19項目の訓練を実施をしたところであります。訓練には参加関係防災の機関のほか、災害時の連携協定を結んでいる企業のほか、さらには市議会町会の皆様を含め総勢500名を超える皆様の参加をいただきながら無事訓練を終了することができました。函館市といたしましても、これまで以上に皆様のご協力を得ながら防災対策を推進してまいりたいと考えておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。本日は皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。以上をもちまして防災フェスタ2023実動訓練を終了いたします。訓練参加期間は各自解散してください。本日は大変お疲れ様でした。